戦国の何でもや、賀茂氏郷。1556年、賀茂氏郷は三男として生まれ、鶴千代と命名された。1568年に仕えていた六角氏が滅亡すると、人質として信長のもとに、信長は賀茂家を家臣として迎えた。信長はまだ幼い氏郷に、賀茂が子息滅血ねならず、ただ者にてはあるべからず、我が婿に戦、と言い、すでに評価されていた。岐阜城で転覆すると様々な戦いで武勇を収めた。本能寺の変と同時期に家督を相続。豊臣秀吉に仕えて日野から伊勢へ移動。移動してからも武功を上げ続け、秀吉が恐れることに値した。また、すごいところは武勇だけではなく、伊達政宗の監視を任せられる重要な内政を行い、後の強い会津藩の礎を築いたり、佐藤矢能も達者だったりと、文武両道の全国大名。またリーダーシップも優れており、家臣との信頼関係は強固なもの。まるで赤紙海賊団みたいですね。そんな中でも主は、生城の兜のお話が好きです。なので主はこう読んでます。